鳴り響く。こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても特筆するような共通点は見つからなかったぞ。アナイアレイトギャングは無法者の集まりだ。もしかしたら無差別に襲っているのかも。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。君が持っているわ。ここにある名前を覚えて情報通の友人を見つけ、失踪者たちのつながりを知りたいというんだ。さあな、それは君の友人次第だ。他に何か力になれることはあるか。その回収課で最も器物に詳しい人物に合わせて。それが彼も消えてしまったんだ。最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だがもう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。監視カメラでもアドラーの姿を見つけられなくて。最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大仏化の恩精霊と一緒だった。案内してくれ。君、そのアドラーとやらが手がかりをつかんだようだったが、それを教える前にいなくなってしまったと言っていただろう。アドラーの失踪も襲撃と関係があるとしたら、彼は本当に何かに気づいていたのかもしれない。確かにあの時アドラーのヒントになったキーワードはエネルギー生命体だった。明化大光も元素生命体の一種だけど、これはただの偶然なのかな。調べてみる必要がありそう。最初は特に気にしていなかった。だがもう数システム最後にあいつを見たのは主制御部分。
あいつ、あいつ。急に音信不通になるなんて、いい度胸してるわね。もう二度。アドラー君が、アドラー君が、いなくなっちゃったの。アドラー君、最近おかしくて私が呼んでも、もしさ、されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。彼は何と言っていたんだ？確か、いそうがどうとか言ってた。いそう？別に、戻ってきてほしいわけじゃないもん。でも、あなたたちがアドラー君を探してるなら、教えてあげる。最後にアドラー君を見たときね、アドラー君が何を探してたのかはわからないけど、あなたたちの役に立ったらいいな。その顔を見るにいい知らせではないようだな。なるほど。失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。それは興味深い。君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。面白い情報がたくさん書かれていたぞ。そろそろ戻ってアスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。
海で魚水目は巡る。戦輪は権限した。総理よう注が。この力が騒いで変更のさあ、ロン。避けられない。我に力を。使うつもりは変更の。どんな結果であろうと、俺が背負う。帰りなさい。部下にダークウェブを監視させて、どうにか動画の拡散は抑えたわ。今のところ事態が深刻化するのは防げてる。それであなたたちの方はどうだった？楽観できない状況だな。別の言い方をすれば非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた情報から見出せる突破口は3つ。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではないな。まずはアドラーの失踪だ。わかった。ふん。無理なこじつけ。まずはアドラーの失踪だ。アドラーまで。あなたはアドラーの発見が敵の注意を引いたと考えているのですね。まさしく。そして彼が発見したものが何かも分かった。まずはアドラーの失踪だ。次に被害者の共通点。気分のいい話題じゃない。表面的な資料だけを見るとこの失踪したスタッフたちに共通点はない。だが彼女がウェブの閲覧履歴を調べたところ、彼らは全員宇宙ステーションのダークウェブのオピニオンリーダーだったことが分かった。それが何を意味しているのか、アスター。次に被害者の共通点。まあこれは最後に明火対抗の能力、すなわち人体の死。この点についてはもう君も分かっているだろう。トフェトの閻魔一族、アナイアレートギャングの対抗アフリートには、最後に冥火対抗の能力。かつて栄華艦艇で起きた混乱では炎の中からボートが現れたという目撃情報があったらしい。冥火対抗の炎には何か特別な性質がある。そしてその性質こそ人体の自然発火の秘密なんだ。ほら、もう答えは目の前にある。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。各世界を焼き尽くし多くの炎の光栄を残したと。それは位相霊化、会員番号29番、セセルカルの創造物です。彼女は素晴らしい天才で、賢く優しく、そして謙虚だったのですが、残念なことに彼女は人間の時間の概念で定義するとわずか29日しか生きられませんでした。位相霊化は生まれてすぐに他の位相に移り、戻ってきた頃にはすでにセセルカルは亡くなっていました。それ以来位相霊化は位相を移り続け、再び捕捉することは困難な状況になっています。この冊子には位相、その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして冥火対抗はその炎の光栄なんだ。かつて偶然にも位相霊化の痕跡を見つけ、その火の一部を捉えた人がいました。ヘルタさんはそれを受け取り、研究の、もし
アフリートも位相霊下の光栄であるなら、この事件の全貌が明らかになりますね。その炎の火種こそ、おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。間違いない。ヘルタが君に探すよう依頼した器物は位相霊下の火種だ。そしてアドラーはエネルギー生命体という観点から、人体の自然発火と位相霊下の関係にいち早く気づいた。おそらくアドラーは、この冊子には位相を移動できる炎について記され、その炎の火種こそヘル、おそらくアドラー、その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そしておそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。この冊子に、その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明火大光はその炎の光栄なんだ。おそらくアドラ、その炎の火種こそヘルタの失われた、この冊子には位相を移動でき、わかった。この冊子にはその炎の、おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいた、わかった。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいた。音精霊によれば、アドラーはいなくなる前、位相という言葉をずっと口にしていたという。その位相はおそらく位相のことだ。彼は冊子に載っていたセセルからの特集を見て、自分の推測を確かめたんだ。その光栄である冥火大光は位相霊下と似た能力を持っている。これは推測だが、彼は位相変換こそできないが、劣化版の空間転移を行えるんだろう。これが人体の自然発火の真相。スタッフたちは消えたのではなく、転移させられたんだ。被害者たちの行方はまだわからないが、ここまで来れば冥火大光の計画は明らかだ。突如として起こった相次ぐ失踪は、混乱を助長させる絶好の温床だったに違いない。不安の種が芽を出した時、襲撃の声明を発表する。陰で広がっていた不安は表面に押し出され、さらに成長して実を結ぶ。そして次のステップはパン、導火線に火をつけ火花を見せることだ。失踪したスタッフたちを見てみるといい。彼らの共通点が露見すれば、どんな結果になるか僕が言うまでもなく想像できるだろう。全ては仕組まれた罠。最初から宇宙ステーションで内乱を引き起こすことが目的だったのね。もう手遅れだ。まだ足りません。その通り、導火線につけるための火が足りない。火が足りない、どういう意味？ここで止めるならまだ弁解の余地はあるだろう。まあ僕としては、その機会を与えるつもりはないがな。まさか。どうしたの？火があった。
落ち着いてください。アスターさんは転送されただけで命の危険はありません。実際に接触してアフリートの炎は原始的な霊化の火花であり、位相変換能力はないことを確認しました。ロンリ、アスターさんは今も宇宙ステーションの中にいる。炎はまだ宇宙ステーションのどこかにあるはずだ。それを見つけ出せば彼女を連れ戻す方法もわかるだろう。火花だと？天才の高慢な態度、気に入ったぞ。できるものならやってみるがいい。明火大公は宇宙ステーションには来ていないようだ。混乱に乗じて明火の塊をここに投げ入れ、スタッフを飼っていたらしい。明火を消せば奴の陰謀もついえるだろう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールドスペースを開放します。パラメータを少しいじれば相手の転移ルートを遮断して宇宙ステーションに閉じ込められるでしょう。レイシオさん、あなたは彼女と一緒に行き、それを収容してください。